協力してほしいことがあって、はい、ツイッターやってる方、はい、手挙げて。ほんとインスタもやってる。あ、お兄さんも。あら、あ、嬉しい。ありがとう。ちょっとね、うん、写真を撮ってほしいんだけど、じゃじゃん、じゃん。はい、カンベイガールズのこのアルバムのタイトル、ハッシュタグ色彩、そしてハッシュタグ私たちのグループ名福岡カンベイガールズ、これをねちょっと写真撮って、うん、もうインスタでもツイッターでも何でもいい、みんなよかったら SNS にね投稿していただきたいなと思います。お願いします。今日嬉しいね、動画とか撮ってくださっとるかと思って、ね、お願いします。たくさん写真撮ってほしいね。いいですよ、もうおじいちゃんおばあちゃんも心の写真にね、うん、パシャッと。そうやね、そうね。ちょっといいこと言ったって思ったら、ちょっといいこと言ったよね今。そうでもなかったかな、すぐこんなこと言った。よかったらね、初めての方も写真撮ってね、ぜひツイッターなどに上げていただきたいなと思います。お願いします。それでは次の曲はその色彩の中から、夏の曲の夏色花火という曲を披露したいと思います。もうね、めっちゃ盛り上がる曲で、めちゃめちゃ元気が出るけん、皆さん一緒にね楽しんでいきたいなと思います。それでは聴いてください、夏色花火。君は今どこに、会いに行くよ夏祭り。
Yeah.
キドキは今すぐにギブアップ、ウキウキは膨らまして、波打ちははしゃぐまで、たまった見逃さないで、駆け出した奇跡まぶしく、青い空と白い海が反射する、夏色に染まるオレンジ、焼けた肌の色忘れない、ずっと夕日染まる、